飯島愛子は、日本における、ウーマンリブの先駆者であり、日本やアジアで活動し、フェミニズム運動を主導したフェミニストである。日本における、第二波フェミニズムの中心人物。1932年、東京の富裕な産婦人科会行為の末娘として、生まれたが、病弱に育ち、5歳の時に、千葉へ移る。1945年に1年遅れで、 千葉市立千葉高等女学校、ついで1948年に日本女子大学附属高等学校へ進むが、病のために旧、旧姓千葉宿徳高等女学校に転じ、そこも結局は退学して、通信制高校で高卒資格を取った。大院高等学校を卒業した、ともされることもある。重大後半の飯島は、 日本共産党に共鳴して1949年には入党しており、活動を通じて知り合った男性との間で妊娠、中絶を経験した後、成人した1952年にその男性と結婚した。人間の解放を目指す、戦闘的な共産主義者として鍛えられた彼女であったが、その中でも強い性差別を経験している。20代前半は、工場労働に従事して、 職業革命家であった夫との生活を支えるが、1957年、夫と共に日本トロッキスト連盟の結成に参加、さらに入党戦術により日本社会党に入党するものの、連盟の分裂後は、夫と共に第四インターに移る。1960年の安保闘争の際には、社会党の女性活動家として活発に活動し、1963年には、 社会党所属の区議の秘書となるが、1964年に夫と離婚するまで、社会党と ICP の二重党籍状態が続いた。1967年に日本社会党系の日本婦人会議の中央常任委員となり、1969年3月には東京での救援連絡センターの結成に参加、これらの組織を軸に様々な大衆運動に関わった。 以降、飯島は、田中光と共に、日本における、第ハイフェミニズムの中心人物とみなされ、1970年代の、ウーマンリブ運動を切り開いたフェミニストと、評されるようになる。飯島は、松岡洋子と共に1970年に、設立された、侵略イコール差別と戦うアジア婦人会議の、発起人となり、同事務局の理論的支柱であり続けた。 1970年2月25日に出された侵略イコール差別と戦うアジア婦人会議に参加しようのアピールは169人の呼びかけで出されたが、飯島はその中心人物となった。飯島はアピールに先立つ1968年には本土復帰前の沖縄を訪問しているが、アピールには戦後日本が平和と民主主義を謳歌している反面。 沖縄に軍事基地を押し付け、ベトナム戦争の恩恵で、経済的に潤っている事実を踏まえ、従来の被害者性のみに立った、婦人解放運動ではなく、加害者性をも含んだ運動への指向性が見て取れる。また、飯島が訴えたのは、戦後民主主義の一大特徴であり一典型であった、婦人解放を、社会体制の変革の後に続くものではなく、 自己変革として捉えることであった。イデオロギーの上では上述の通り、マルクス主義の影響を受け、女性差別を生み出す日本の社会構造を告発し続けた。運動では、優勢保護法改定反対や、勤労婦人福祉法制定、男性の大韓民国への売春観光への反対運動を主導した。天皇制反対や、女性の戦争責任追求にも取り組んでいる。 1981年、家族計画国際協力財団に入り、人材養成事業部長や国際家族計画連盟中央理事会理事などを歴任した。この間、1978年に三立化闘争を通して知り合った年下の男性と1980年から共同生活に入り、三立化や南西諸島各地などでの営農に取り組むが、1986年に、 パートナーの男性が死去。1987年から1989年にかけては、年上の男性と千葉県で共同生活を送り、農業に携わる。また、1990年から1992年にかけては、沖縄県石垣島で別の年上の男性と共同生活を送り、共同生活解消後も石垣島に定住するようになった。 晩年は、1996年に超越瞑想の集会で知り合った20代の男性と行動を共にすることが多くなったが、2000年に癌が発見され、以降は数度の手術を受け当病を続けながら、ブータンや国内各地への旅を最晩年まで続けた。2005年に73歳で死去した。現代の平等論は多くの場合、 同じ人間という等価な関係を平等の根拠とし、かかる等価関係を前提にして、差別を問題とするが、飯島は、こうした等価関係という基軸自体が、男仕立てのものであるとみなす。飯島は、男並み平等の否定を提起し、また、飯島にとって、平等とは、機械の平等ではなく、結果の平等でなくてはならず、何人であれ、 生きていく上で必要なものは最低限確保されるべき権利があるとした。彼女にとって反差別は等価関係を前提とする基軸そのものの解体という形をとったのである。彼女の唱えた平等思想は当時にあってモラディカルなものであった。飯島の遺構集に集裁された生きるあるフェミニストの反省によれば開業医であった飯島の父は権力的で何かにつけて 妻に対し、だから、女は、ダメなんだという言い方をした。彼女は父親を嫌をする一方で、母親に対しても、批判的なはずであったが、結婚して後、配偶者との間に、父に対する、母の関係の引き写しを繰り返してしまう。彼女を借り立ててきたエネルギーは、本来、自身が受けていた、性差別と抑圧からの脱出だったはずであるにも、かかわらず、その内容は、 女性性の危機と男並みへの願望に過ぎなかった。女性とは厄介で軽蔑すべき下級の存在であるというミソジニーの神聖は、もともとは父親から植え付けられたものであったが、飯島はそれを深く内面化していたのであり、結婚生活でも変えることのできない、この神聖により彼女は強い欠落感を抱く。それは彼女を、憎悪や間違った、向上心、 同性である女性へ述べし、また、性行為へと追いやり、彼女はさらに苦悩する。彼女は悪戦苦闘した末に、ある一つの性的イメージを伴いながらも自身の根深いミソジニーを脱し,し、やがて、フェミニストとして生きていくこととなった。イージマラは、現体制の中で女性が、男並み平等を求めることは、帝国主義的再編に加担するだけではないかと、提起した。 具体的には1990年代以降、アメリカ合衆国のフェミニストは、軍隊の中で女性も戦闘に参加させるべきと主張しており、これについては日本でも議論があったが、女性兵士は男並み平等の必然的な帰結である。こうした状況の中で、飯島が唱えたのが女の論理であった。飯島によれば、近代社会は男の論理で動いてきたのであり、 そこでは生産性や合理主義を他に優先する価値として信奉されてきた。男の論理は理屈で割り切れないものを有しながらも非生産的と見られる女性を劣位化ししばしば女性性を切り捨てようとしてきた。飯島はこうした男の論理に対して女性が真に解放されるには物の生産から命の生産への転換が必要であると訴えたのである。飯島は 人間の基本的な行為である、産むことと生きることとが互いに分離させられていることこそが女性差別の根源であると主張する。生命の生産と生命生産の手段であるはずのものの生産とが分離し、生命生産が物質生産に従属させられたところに近代の宿和があると捉えるのである。従来、女性の自立、 近代的自我の確立を目指してきたフェミニズムであったが、乳幼児、児童、障害者、高齢者など、すべての人間は自立できない存在として生まれ、多くの場合自立できない存在として、この世を去らなければならない。そういう意味で、人間社会は当初より自立できないものをあまりに多く含み込んでいる。そして、自立できない時には誰かのケアが必要である。飯島が唱えた。 女の論理は反差別を契機としながらも、一方では多様性や共生など強的な価値観へとつながる意義を有していたのである。ありがとうございます。